はい、カメラマンの石山です。今日は3月の31日、金曜日になりますけども、3月はですね、ちょっとこちら YouTube の動画のアップがですね、あまりできていません。泊まりのですね、ロケがあったりとかで、ちょっとバタバタとしていて、東京にいる時間もね、少なかったので動画がね、作れませんでしたけども、そんな中、やっとちょっと落ち着いてきたので、昨日、おとといですね、水、木ですね、西伊豆の松崎というところにですね、棚田があるんですけども、石部の棚田という場所があるんですけどもね、そこのですね、エリアに山の中に山桜、大島桜とかね、なんかその辺が結構自生しているというか、あるんですけどもね、それが一面、桜色に染まるというか、そういうね、情報があったので、撮影にちょっと行ってきました。ただですね、一部桜に染まっているエリアもあるんですけども、富士山入れながら、海入れながらってなると、ちょっとね、桜の量は減ってるんですけども、とてもね、いい雰囲気の、撮影はできたかなと思っております。カメラはですね、この EOS R5 使ってます。レンズは14、35、24、105、70、200っていうね、その3本のレンズを使いながら、松崎町ですかね、の桜と、その、石部の棚田のあたりをですね、今回はメインにちょっと撮影してきましたので、それをね、見ていただければなと思います。松崎の町を過ぎて、今桜がね、結構綺麗に咲いている。南伊豆の方に行く道、136号線ですけどもね、石部のね、棚田っていうところの上の方にですね、パーキングがあるんですけどもね、そこの、パーキングにある展望台から見る山がね、多分すごく綺麗なんだと思うんですね。今日はですね、西伊豆、石部の棚田というところのですね、展望台に来てます。で、山がですね、桜がずっと咲いているということで、今富士山も入れながら、海も入れながら撮っております。そして今カニフィルターさんのね、ハーフ ND フィルターを使って撮ってますけども、富士山がね、結構いい感じで出てきてるかなっていうね、感じですけども、今、スチールの方もですね、写真をね、ちょっと撮っていってます。ウグイスがね、鳴いたりして、なかなかいい感じで、ということで、もう少し写真を撮っていきたいと思います。ここからはですね、ハーフ ND フィルターを使った写真と、使わなかった写真ということでね、見ていきたいと思うんですけども、まず最初に、今使っている写真を見ていただいてます。富士山と空と海があって、で、これをですね、ここを基準に考えていくと、手前の山肌、の部分は真っ暗になってきます。というのも、当然日が当たってないし、影だし、グリーンのね、木なん森なので、どうしても露出は落ちてしまいます。なので、ここにハーフ ND フィルターでいうところの明るいところですね、を持ってきて、で、少しですね、これ水平に使ってしまうと、山のところとかですね、こう海のところのあたりのこう境界線がね、まっすぐではないので、ちょっとだけ回転させて、左のその山の肌に、
稜線に合わせるような形で少し ND フィルターを回転させて使いました。それでこういうふうにですね、手前の森の感じが出てきたということですね。これが全く使っていない写真になります。このね、比較をしていくとやはりすごく違いますね。ちょっとだけ画角ね変わってますけども、ここはいろいろと調整しながら撮っていたので、まあそこはですねちょっとしょうがないかなという感じです。で、色温度がですね少し違ってるんですけども、これはですね、まあ実際 ND フィルターハーフ ND フィルターを入れてからいろいろと細かくですね露出とかですね色温度を設定し直したので、こういうふうに、ね、なります。最初は、このまま通常の私の写真の撮影のスタイルとしては、こういうハーフ ND フィルターを使わずに手前の山のところはですね、まあ、ある程度暗くなってもしょうがないなというところで、撮影をするんですけども、今回のこの場合はこの山に桜があるということがね、結構ポイントになりますので、山をですねしっかりと、表情として出していきたいなというところでハーフ ND フィルターを使ってみました。そんな感じのね、この違いを見ていただければなと思います。海を見てしまうとこの山の感じがね見えないんですけど、これだけ山にね、実は桜が咲いていたんですね。なので本当はここを入れながら富士山とかも絡めて撮れるといいなと思ったんですけども、そこはですねちょっとかなわなかったので、富士山入りの写真は、ちょっとこの桜のねもう群生してるような感じですけどもね、これは撮れませんでした。そしてこちらの桜一本、これは何桜になるのかな、山桜なのか大島桜なのか、ちょっと何とも言えませんけども、これはですね川が松崎町の中に何本か川が流れてるんですけども、その川沿いにですね、桜がずっと咲いてます。で、一部ちょっとだけ駐車場4台5台6台かな6台ぐらい止めれるエリアがちょっとあって、でそこがですね、まあ早朝まだ山から、日が昇ってくる前というか日が出てくる前にね、到着して淡い光の中で桜を撮ってみました。で、引いた写真をですね、撮ろうとするといろんなものが写ってきたりとかしてね、あまり美しくなかったので、こういうあえて切り取るような形でね、撮ってみました。で、川を挟んだ対岸の方もね、緑がわーっとね、茂っていて、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、この同じエリアになりますけども、これはちょっと川を意識して、撮影をしてみました。朝のね光がもうすぐ太陽が差してくるかなというようなね感じです。でもう一個はこれもやはり同じようにね、一部を桜のね感じを切り取ったという写真になります。そして1枚だけちょっとアップのね写真も撮ってみました。もうね葉っぱが出てきたりとかしてるのでね、やはり桜がそろそろ終わりなのかなというようなね感じのところになります。まだね桜北の方に行けばまだ桜前線、北の方までたどり着いていないのかなという感じなんですけども、このあとね時間があれば少し東北の方もですね行ければいいなとは思っていますけども、4月もですねいろいろな行事があったりとか撮影があったりとかね、するのでちょっと撮影が行けるかなっていうね感じになっております。ということで、西伊豆の石部の棚田の写真中心に見ていただきました。ありがとうございました。